田さん、1本目ライン取りを切り上がりすぎず、まっすぐすぎず、しっかりゲートの上で板を踏み込んでたわませていきましょう。そこで踏む、そこでスネをもうしっかり入れる。ちょっとスネを入れるタイミングがちょっと遅いかもしれませんね。そこでしっかり、そこでも入れましょう。ちょっと立ち上がりの方向が中島さんちょっと上ですね。いわゆる空の方向に立ち上がっちゃってる。ここでしっかりと、もっと私の方、このカメラの方に向かってグッと、でクローチングがもう少し頭を低くしましょうか。はい、たまちゃん、1月7日 GS インスペゴ1本目ゲートの近くを通る。ちょっと遠いぞ。で左足を内倒しないように、たまちゃん、エマ行くわ。はい、エマちゃん、ちょっと待って。はい、エマちゃん、お膝をしっかり押して、そうしっかりと外足をしっかり手で足をギュッと押し込んで、膝を押し込んで、しっかりそこでギュッて押し込む。そう、膝を手で押し込む。ちょっとエマちゃんは手がパラパラになってきちゃってるので、足元に意識を集中させたいので膝を手で押し込ませてます。はい、グッと押し込め。マキオさん、少々お待ちください。はい、膝をグッと手で押すんだよ。膝で押し込むんだよ、エマちゃん。はい、マキオさん、1月7日ジャイアントスラローム1本目。はい、ゲートの横からゲートの下部過ぎたところにかけて、特に右外側、ここがぐーっと内側に傾かないように、逆に外足側に頑張って傾くように、こっちですね、外足側に頑張って傾きました。はい、中島さん、昨日に引き続き連日ご参加ありがとうございます。昨日よりは若干インターバルも長め、振り幅もちょっとだけ取りました。なのでゆっくり動けると思います。昨日のリズムに比べたら随分楽に動けるはずなので、しっかりとスネを入れていきましょう。はい、カイト、1月7日 GS 1本目。はい、しっかりと、やっぱ右外側だね。そう、右外側、躊躇しないで一発で。これ誰だ、しんのすけかな。北海道帰りですか。これは日向かな、多分。あ、やばい。これはさっきかな、多分。おーい、ナイトしてるな、さっき。はい、龍之介、北海道帰り。はい、下げ足、龍之介のラインよく見てごらん。この赤ちょっときついからね、ほら。はい、下げ足、1月7日 GS 1本目。片足外すなよ。そう、しっかりもも上げて。おい、はい、中島岡田です。少々お待ちください。はい、はい、外足が外れないようにしっかりと自分もゲートの外側に移動して、クローチングがちょっと高いですね。マキオさんかな、2本目。あ、いいですよ。
あ、なんか無線調子悪いな。ちょっと待ってて。はい、千尋。2本目。そう、そこからゲートの上で踏み込む。よー、立って踏み込む。立って踏み込む。立って踏み込む。そう、立って踏み込む。はい、クロッチング。お尻は高く、頭は低く。お尻、そう、もうちょいお尻高く。もうちょいお尻高く。頭低くなってきた。はい、玉ちゃん。ジュース、2本目。こっち赤ゲートが遠いです。なので今赤ゲート近く。あ、こっちも遠いわ。そう。そうそう。はい、少々お待ちください。クローチングが高いぞ、ちょっとタマちゃん。はい、永田さん、2本目。そこからそこで入れる。そこで立って、ちょっと遅いですね。やっぱ立って入れる。立って入れる。立って入れる。卵が先かニワトリが先かですが、前半のトライが遅いとエッジングがゲートの下になります。ゲートの下になると前半でたわみが作れません。中島さん、2本目。ここで上に立つんじゃなくてゲートこっち青方向、この赤方向、あ、でも意識してると思います。ブーツのすねの部分、ターンからすねを離さない、触ったまま立つ形で。はい、クローチングはもうちょっと低く、お尻は高い。マキオです、お願いします。マキオさん、2本目。そうです、こっち外側、こっちからこっち側をグッと下げる。うん、頭はできればかしげなくても大丈夫です。頭は傾けずに右半身の関節ですね、足首膝を多く曲げるように。はい、クローチングはもう少し上半身を低く、お尻を上げていきましょう。はい、中島さん、2本目。そう、構えは肩幅ぐらい、あ、いいですね、そのぐらいがいいと思います。で、こちら方向に右線を向けて、この辺になるといいですよ、急斜面ですね。おいっと、はい、うん、いいと思いますか。構えが良くなってきました。はい、カイト。お、いいじゃない。ほら、おー、右外側良くなった。さすが研究しただけあるね、山田さん。いや、してるよ、かなり右外側。スマゴイレシング、日向。はい、下げ橋、ちょっとビビりすぎだ、ビビりすぎ。本番だったらあれ、ちょっとタイム出ない、あんなに。はい、下げ橋、2本目。巻くなよ、切り上がるなよ。そこ、早く立って、ちょっと立ち上がり遅い、踏みが長すぎる。お尻を、あそこまで落とす必要ないです。ケツ上げて、ケツ上げて。はい、妻声レーシング、龍之介。はい、岡田さん、ちょっと遠いですね、ちょっと切り上がりすぎですね。はい、もう少しタイトにいっていいと思います。そこから行ったら、はい、で、打ち方が下がらない、ゲートの内側の打ち方が下がらないようにしましょう。クローチングもう少し低く、上半身低く、上半身低く。はい、マキオさん、こっちサイドターンからこっちターン、あ、そうです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 。頭はまっすぐ、足首と、あ、いいじゃないですか、足首、膝、股関節、右側大きく曲げてる、いいですよ、これでいいです。そうすると左足も物足りなくなる。はい、クローチングがもう少しお尻上げて、上半身低く。はい、千尋、3本目かな、もう。はい、スタンス広くなりすぎないよ。そうで、外足、スタンス広くなりすぎない、上半身かぶせなくていいよ、足首の方入れてこう。踏み込みがちょっと遅い、これだと、これだとターンの上の踏み込みが遅い。はい、上半身低く、お尻はしっかり上げて。
れるんだったら見ないよ。はい、たまちゃん、ゲートの近く、ゲートの近くだよ。うん、左足がちょっとやっぱり甘いんだけど、はい、おい、雲で低く低く頑張って低く頑張って低く頭下げて、はい、永田さん、このリズム、はい、伸びて踏む、はい、ここの立って踏む、はい、ここで立って踏む、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 はい、頭低くですよ、持って低くですよ。中島さん、3本目かな、もうここで胸の面を森方向に向けずに外足の上でしっかり踏ん張って、あ、いいですよ、お、いいじゃないですか、胸の面をこちら、あ、いいですね、この辺になると。で、はい、クローチングはもう少し頭を低く、もう少し頭を低くいきましょう。はい、マキオです。はい、マキオさん、3本目かな、あ、お、また首が傾いちゃった、首ではなくて関節を曲げていきましょうね。足首と膝関節、股関節、はい、クローチング、頭低く、もう少し低く、もう少し低くです。そう、はい、お、いいじゃないですか、はい、立って踏む、立って踏む、立って踏む、構えいいですよ。はい、まちゃん、ちょっと待って、はい、エマスタート、膝を手でギュッて押し込む、ほら、手をギュッ、手でギュッて押し込むよ、膝を手でギュッてしっかり押し込む、ちょっと待ってね、しっかり押し込む、しっかり膝を手で押し込むんで、もっとギュッて押し込むよ、はい、押して押して、はい、押す、ギュッ、多いよ、はい、そこから膝をぐーっと押し込む、まっすぐ押してもダメだよ、ちょっと横に押すんだよ。はい、カイト、3本目だっけね、3本目です。はい、ここから移動して、そう、いいじゃん、立てて、はい、移動して踏む、そう、いいじゃん、あ、だ、ちょっと外に押しすぎだ、外に押しすぎ、もう少し 真上から踏んでいかないとダメです、外に押し出しちゃダメ。はい、下げ足、3本目、もう1ターン目からお尻は下げない、一切下げる意識は全く持たない、おい、うん、そう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 、それでいい、その、ここも OK、 そう、そのぐらいでいい、そう、そのぐらいで我慢しよう。はい、岡田さん、3本目かな、もう、はい、ゲートの外側の関節を、足首、膝、股関節を、外側をたくさん曲げましょう。は、いいでしょう、そうそう、もっともっともっと外側曲げられます。はい、外側の足首、膝、股関節、さっきよりはでも全然いいです。はい、千尋、3本目かな。はい、このゲートの手前で、で、すねをグッと押し込む、上半身はかぶせなくていいです、すねと膝をグッと押し込む、グッと、うん、踏もうっていうのよ、それがね、ただゲートの下になっちゃってる、板を踏みつけてるっていうのはよくわかるけど、ゲートの下で踏まない、ゲートの上、クローチング、もっと頭低く低く。はい、中西さん、3本目かな、外側の足首、膝、股関節を、はい、より多く曲げて、こっちの振り込みはいらないですね、はい、左外側のこの振り込み、左外側を横向かないように、今もそうですね、振り込むと内足に乗ってしまいます、クローチングがもう少し頭低く、2つぐらいにしといた方がいいかな。はい、おい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 、はい、左足をしっかり、たまちゃん左足が、あわあ、たまちゃん左足弱いです、左足をしっかり踏む、あ、ちょっとないといけない、はい、クローチングは頭を低く、はい、永田さん、ここの1ターン目、ここでも早く入れる、そうですね、もうちょっと早くいけます、ここで、はい、1ターン目が遅れると全部遅れちゃいますので、はい、
うん、立って踏む、立って踏む、立って踏む。ゲートはもう抜けるところというイメージでいきましょう。はい、中島さん、3本目。こっち側サイド、おー、いいですよ、頑張ってますよ。こっちから、こっちサイド、外足の上。はい、こっちから、外足の上。はい。もう少しスペース取っていいと思います。ゲートに寄りすぎずに。頭低く、頭低く。はい、マキオさん、頭はまっすぐ、外足の上の関節ですね、足首膝股関節、あ、いいですよ。次に参加する中島です、お願いします。マキオさん、クローチング、クローチング、クローチング。中島さんも3本目、もう4本目かな。はい、こちらですよ、頑張って、外足の上で。あと風谷になんか遠心力に負けて内側に傾いていかないようにしましょう。ちょっと内側への傾きが大きいです。はい、お願いします。はい、カイト4本目かな。自分から踏み出したので、ここから踏み込んで傾くのはいいけど、そう、さっきよりいいよ、ここで踏み、お、そう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 、踏み込んで傾くんだよ、そうそうそうね、自分からパッて出して横に踏まない、そういう、そうそう、オッケーオッケー。はい、エマちゃん、長板に苦戦しております。膝を、お、いいよいいよ、そう、しっかりと膝を押し込んで、手で押し込む、はい、手でしっかりと押し込む。上半身がエマちゃんちょっとバラバラになってきてるので、初心に帰って膝をしっかり、足を踏み込む意識をつけるために膝を手で押し込んでおります。はい、ここでグーッと押し込む、はい、膝をグーッと押し込んで、ハの字にはしなくていいぞ、グーッと、ほら、手で押せ、もっと押せ、もっと押すんだ、膝を手で。